そして、あのー、ライブのね、感想等はちょっと来週にまとめてやらないとね、あの、公演が終わってないところもあるので、来週以降にまとめて感想の方は読んでいきたいなと思います。今だとちょっとネタバレになっちゃうので、ただね、一つちょっと言いたいことがあって、大阪公演の裏側の話で一つ言わせていただきたいのが、大阪公演なんとですね、大西の沙織が関係者席に来てました <laughs> 引いたねみんな引いてるね引いてる帰ってきて帰ってきてみんな帰ってきてよあのですね、今回ちょっと武道館公演に大西沙織さんいらっしゃれないということで、だから私も泣く泣くね、あー残念だわ、またね、なんか DVD、ブルーレイとか出たら、なんか映像を通してみてみたいなこと言ってたら、私、大阪の公演に行くって言い出して、<laughs> え、待って待って新幹線は自分で撮るって言い出して、で、結局ね、本当に来てくれて、 ね、たまたまお休みだったみたいで、大阪の初日公演になんと私の大好きなお西さんが来てくれるというね、だからもうみんなのために歌いつつも、沙織がこの会場にいるって思ったらもう感極まりまくって、で最後、あの舞台裏に来てくれて、そしたらもう泣き、 なんか涙目なのよ、向こうが。で、なんか、あんた久しぶりに会ったらカリカリになってないみたいな、背も縮んだみたいなこと言われて、ご飯食べてるのって、すごい久しぶりに会うお母さんみたいになって、いや食べてるし、本番前もめっちゃたこ焼きとか食べたよって、っと差し入れもね、いただいてて、午後一の肉まんとか、え、食べたよみたいなこと言ってたら、私も泣き始めちゃって。で、そういえば、キャッチザレインボーの歌詞書くとき、見てもらってたもんね、そばで、みたいな。 <laughs> あんたほんといい歌詞書くみたいな。作詞家になりなよみたいな会話を延々とやって。<laughs> で、スタッフさんとかメイクさんとかがこう見守ってくれて、結構ガチめに泣いてしまったからみんな弾いててね。<laughs> え そんなって。<laughs> だって、すぐ会えるじゃんってなるじゃん、東京で。でもね、それぐらいこう、ステージに対する不安とかプレッシャーとかもあったから、それをね、逐一いちいろいろ相談に乗ってもらっていた人が、こう、良かったよって言ってくれるのが嬉しくて。だからもうなんか、そういうのもいろいろ回ってきて、もう涙が止まらなくなって、最後はね、あの、東京駅にこう、なんか帰るってなって、まだ行かないで、<laughs> 行かないでってなって <laughs> 日、日帰りだったの弾丸だったから、 だからねそう,そうそう、行かないで行かないでって言いながら、またあんた東京で会うわよ、気をつけてねって言ってお別れをしたんですけども。いや、本当にね、素晴らしいサポーターの方々、業界内の私のね、親友たちに囲まれております。あの、愛知の方には久保ゆりかが来たはずですので、そう。 私の友達、地方公演、来すぎ問題があるんですけど。<laughs> みんなね、ちょっと地方にも来ちゃうんです。本当に愛されてるなと思って嬉しかったです。ということで、まあ、公演の内容は来週以降に話したいと思います。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。引き続き、リスナーの皆様から、普通歌番組の感想、私に聞いてみたいことなど、何でもお待ちしております。宛先は、m m f a t m a a k j o q r n e t です。またずっと